はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、キリンのね、生ビール、秋味です。また今年もやってまいりました。アルコール度数 6%、 麦芽たっぷり 1.3 本分、秋だけの贅沢なビール。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。麦芽 1.3 本分を使用した、当社キリンラガービール比。コクのある、味わいと。今年も秋味が。秋か。とうとう秋か。もうそろそろ暑い夏が終わるな。いやー、今年の夏は本当に暑かったよ。マジで。ウィッシュ。カピー。あ、うまい。うん。あれ、なんか いつにもなく、あれだな、フルーティーな味がするな。あれ、今年の秋味なんか、すげえフルーティーな味がするぞ。気のせいか。あ、なんか、フルーティーな味がする。深いコクと豊かな味わい。8月の21日発売。となっております。あ、うめえ。やっぱ秋味はうめえわ。ああ、美味しい。ああ。今年で発売28年目ということでね。累計13億本突破。うん。なんかフルーツというか、フルーツですね。果物の味がするっていうか、風味が。香りがなんかあれだね。果物っぽいですね。今年の秋味。これ当たりかもわからんな。今年は当たりかもわからんの、これ。うん。いつにも増して。というか、こんな味しなかった。なんかあれだな。すっごい、果物の香りがする。ああ、今日も暑かった。今日はね、カラオケ行ってきたんですよ。月曜日、カラオケ行ってきたんですけど、3店舗回って3店舗とも全部満席というね。で、よくよく考えたらまだ世間は、夏休みだったな。平日といえども、のね、夏休みだったんで、学生が多かったです。なんでね、まあ、仕方ないか。まあ仕方ねえかって感じですね。うん。まあ、とりあえず、あれだな。9月以降だな。ちょっとこのクソ暑い中行ってられないんでね。また満席だったら嫌なんで。まあ、夏休み明けだな。ああ、夏休み明けに。あ、今年はあれか。9月の3日まで、違う、2日まで休みですね。9月の2日も休みで、9月の1日と2日が土曜日、日曜日なんで、あれですね、得ですね。今年はあれだぞ、学生得だぞ。学生今年は得だぞ。いやー、あれだね。今年の
夏は暑かった。まあ、毎年ね、結構、暑いなーってなってるけど、今年は特にね、まあ、35度とか。下手したら40度とかね、なってたんで。本当に暑かった。この秋味はあれだね。苦味が少ないですね。うん。苦味が少なく、フルーティー。まあ、秋、といったとこでしょうか。まあ、個人的にもっとね、キリンラガービールぐらいね、苦味があると好きなんだけど。これはほとんど、苦味はないですね。もう知らず知らずのうちに、ほら、色が、こっから、ここら辺から、ね、腕が、もう日焼けしちゃって。そんなに外出てないんだけど、やっぱりあれだね、紫外線の量が、半端じゃない。基本的に、ほとんど外出はしないんだけど、うん。あ、これ美味しいですね。なんか紫外線がやっぱりあれだよね。問題で。はい、4344です。ご視聴ありがとうございました。